また一口で食べちゃった。どうも、宮崎県小林市出身カエル亭の岩倉です。今日は宮崎のアンテナショップコンネで買える私のおすすめのお菓子ベスト3を紹介したいと思います。第3位はこちらです。ウイロー、こちらウイロー、ドゥー、三松のウイローだって。嬉しい。私三松小学校っていうとこ行ってたんで、小林にある三松小学校、三松中学校行ってたんで、ウイローってなんかちっちゃい時そんなめっちゃ食べてたとかではないんですけど、じいちゃん家に行ったりしたらやっぱりあって、ちょっと食べさせてもらってた記憶ですね。かわいい箱。かわいい。なんかディズニーのお菓子の缶とかをなんかに再利用みたいなしちゃうけど、これもかわいいかなって知っちゃいたいな、なんか。ウイローは日本各地に名物としてありますが、そのほとんどが羊羹のように大きなもの。宮崎のウイローはあらかじめ小さく切り、波打つように並べるのが特徴。実はこれ鬼の洗濯用を模しているものだそうです。だそうです。波打ってる。鬼の洗濯岩だ。すごい。おお。キャー、すごい。プルプル。ウイローいただきます。うん、懐かしい味だ。ちっちゃい時のじいちゃんちの。うん、おいしい。おいしい。第2位はボロボロのガトーショコラです。リボン。ゴローズって宮崎でめっちゃ有名なあのケーキ屋さん、いろいろいっぱいお店あるなんですけど、行ったことなかったんで、これ見た瞬間、え、あ、ゴローズって聞いたことあると思ってちょっと買っちゃいました。オープン。じゃーん、かわいいケーキ。切ってきます。切りました。かわいい。いただきます。うわ、初めてだ、ゴローズの。おいしい。おいしい。こんな大きく二口で食べていいものじゃないのに。うん、おいしい。粉が。第1位はチーズまんじゅう、こちらです。おいしそう。うん、手に持ちきれない。コンネに行ったらすごいいっぱい種類があったので選べなかったので、お、出た、ゴローズとかお菓子のヒロやトラヒコ株式会社、なんかいろんなのところのお店なかったのでいっぱい食べてみたいなと思います。で、まずはゴローズの、でかっ、なんかでかっ、すごい食べ応えありそう。私の地元のやつ、ほんとかぶりだけど、あ、え、なんかすごい、なんかすごい、周りがなんかすごいフィナンシェみたい。いただきます。
ひらしみたい。このタイプの初めて食べました。このふわふわしてる初めて食べた洋風。うん、ちゃんと書いてました洋風チーズまんじゅうって書いてました。洋風だからフィナンシェみたいなんだだるわあ、いたいた。また一口で食べちゃった次はお菓子のひるやさんのやつ、洋風、これも洋風チーズまんじゅう、洋生菓子って書いてます。オープン。ゴローズまた違いますね。さっきはフィナンシャっぽかったけど、もふもふ、うん、すごいしっとりしてる。ああ、ちょうどいい甘さだ、うん、なんか、あれ、なんだろう、パン、ここが分厚い。で、チーズがここいっぱいパコって入ってるからいい割合です。おいしい。次は昔の前田さん、前田聖子さんのやつ、ココナッツクッキー生地。クッキー生地、クッキー好きなんですけど、いろんな生地がありますね。クッキー生地だ。あー、めっちゃ匂いする。おいしい。あ、ココナッツがめっちゃおいしい。ちょうどいい。しっとりのなんかシャコシャコって感じ。クッキー生地おいしい。ってした時にココナッツ、え、梅、ココナッツの味がすごい美味しいです。品名ランミア、あれが生えてるフェニックス、我らのフェニックスがほら、ランミア。チーズが黄色い。チーズ黄色いです。なんかランミア、なんか由来に関係あるのか。いただきます。めっちゃしっとりしてる。おいしい。しっとりこっこりって感じです。めっちゃクリーミーです。クリーミー、わお次はこちら、迷路開発。なんか書いてる。九州宮崎生まれ。アンパンは明治時代に東京で生まれ、チーズまんじゅうは明治時代に宮崎で生まれた。初めて知った。店主ありがとうございます店主が情報を戻してくれてます。ここにほら、開けちゃおう。よし、人間の知恵。よし、わお、大きい。はあ、まん丸だ、かわいい。あ、めっちゃいい匂いする。あ、わあ、それぞれすごいな。やっぱ生地とか全然違うな。めっちゃ美味
美味しい。このチーズが一番、私はこのチーズの味が一番好きか、好みの味です。生地柔らか、ふわふわ、うん、地元のチーズまんじゅうしかいつも食べてなかったんで、すごいいろんなチーズまんじゅうを味わえて、すごい新たな発見ができました。皆さんもこの一旦全種類食べてみて、お好みのこれだってやつをお土産とかで買ってみては